どうもファルスメンデハノーです。どうもファルスメンデハノーです。ウイリンです。はい、今日のお三方に集まっていただいたのは、はい、他でもない言いたいだけね、はい、今回は楽天モバイルさんとのねコラボ動画になってるんですけれども、はい、今回の企画は真の共通テスト、3人で10問連続答えが一致するまで帰れませんよ。よー、まあ、共通っていうのはお互いがねこう一致しているから共通だ。なるほど、お前そこ注目したんや。いうことで、はい、なるほどね。なるほど。問題は自分たちでなんと考えないといけません。は？え？え？全員の答えが一致するような問題。うわ、むずそれ。だからルールがあって、はい、問題のレベルは直前に出した人よりか難しくしないといけないっていう。なるほどなるほど。ルールがあるんですよね。なるほど、それ結構判定むずいよ。そう、その判定はね、まあ、ミサちゃんがたまたまいるんで。いや、もう、リサさんできひんやろ、絶対。結局、我々で判断するってこと。まあまあまあ、今わかりました。はい、というわけでやっていきたいと思います。ただだエスパンジャックじゃあまず僕からね、まあ小学校1、2年生レベルよね。いや、別にそうじゃなくてもいいよ。まあ、なくてもいいけど。お前の話によると、そうじゃなくてもいいってことよ。はい、じゃあ、問題です。小学校のクラスで出席番号1番になってそうなやつ名字は一択。まあ俺もこれ一択ようなやつよね。これはでも、あ、なんか揃えたらかっこよくない？ちょっと、いや、そう、ちょっとかっこよくない？だって一択じゃないもん。いや、一択やで。え、はい、せーの、ドン、青木、足立。おい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 、いや、青木じゃない。あ、いた？いた？いや、いなかったです。いやいや、青木がいたやろ。でもいや、いなかったです。青木あった。あ、俺青木出会ったことないぞ。それで言うと俺ら地区違うんか。だからこれは一番目やから、一番目やからね。小一一番最初に習った漢字。ああ、俺これやった。そうであってほしい。いや、お前覚えてるんだそんなん。お前、え、俺は覚えてる。嘘やろ。え、俺はこの漢字を最初に習った。可動詞の癖して。そうなんよ。話は聞いてんの。いや、絶対嘘やろお前それ。話は聞いてんの。せーの、大きい1。なんでやねん。おい、俺たちがメジャーだぜ。1はちょっと間開けるだろ。まあ、まだ1問目やからね。それを意図した問題かと思うやん。いや、あ、そういうことね。うまいわ、それ。天才はお前らも。いや、これちょっと先長いかも。これ本当に作るのがむずい。本当に作るのがむずい。間違いないけど、でも正直常識クイズで言っていいよ、全然。まだ元気だけど。まだ元気やな。うん、全然元気。10です。10。はい。71×29 は？ 71×29。 そんな問題出せるかったよ。いや、ほんま俺もちょっと今なんか嬉しくなった。リコーダーのこの押さえ方。この押さえ方。この押さえ方。お前何こそれ。いや、やばい。10問、10問。こういう。せーの。そ、そ。おお、これ嬉しい。え、でも何？4問まで来たね。とりあえずね。いや、4問だから今のは12と思わんほうがいい。小6やから今。え、じゃあどうしよう。はい、ル、ラルの意味4つ。ああ、なるほど。うわっ、お前なかなかお前やってんなこれ。ル、ラルの意味4つ。いけ、せーの、ドン。僕は受け身尊敬自発可能、受動尊敬可能自発、受け身可能尊敬自発。うええいいっすか、これ OK。 え、これは一緒に、これ OK。 受動って書いてるけど、うん、まあでもこう書いてるテキスト世の中に多分ないけどね。これはちょっと怪しいよ、これ怪しいよ。受動体じゃない、受動体ってこと。いや、受け身って書いてある。受動って書いてるとこなかったんで罰で。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと疲れてきました。あー、声枯れてない。今のは声枯れてないよ、早速。なんかちょっと疲れてきました。リンゴが3つあります。はい、なるほど。ユージくんが1つ食べました。はい、残っているリンゴは何でしょう。最高、そういうの。あー、待ってた待ってた待ってた、そういうの最高。いっせーので、ポン。 I am able to I am able to speak English。 I am able to 中に、うん、うわ、そろそろ不規則同士の時間帯。あー、モルワイデ図法とかもう出しちゃダメよ多分。あれ中1やから。結構むずいやん。あれ中1やから、モルワイデ図法とかもう出しちゃダメなはず。次6。いや、まだ4。これは何？それもう中1とかじゃない。もう雑学やん。これは何？お前結構危険やね、雑学クイズ出すの。いや、まあまあまあ、たまたまこういうことをしないとさ、換気しないとちょっともうやってられへん。うわ、どっちだ。どっちって何？いくぞ、せーの、ポン。
バレンバラン、え、バラン、なんで間違えるの、バランやろ、バラン、そうなんや、バレンや、バレンはこの半額のやつや、そうなんや、なんでやねん、お前もう頼むって、ほんまにバリダサい、なんでやねん、バレンしか知らん、恥ずかしい、知らねえ、知らんでやったらお前さすがよ。あ、じゃあ、はい、あーもういい、3引く2はさっきのやつだ、3引く、さっきのやつだ、味気ないバージョン、3引く2は俺、思い出した、いいの、いいの、分かると思う、まあ、ちょっと一回精査してから決めて、問題です、この縄跳びの跳び方なんでしょう、むずい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 、あの、交差して二重で飛ぶってやつ、いやうわ、これでのこいつ書いたやつちゃんと皆さんあの正誤判定して、これ間違ってる可能性あるこれ自信あるぞ、はい、せーのポン、はやぶさ X 飛び20、それはやめとき、あやめてんの、あやめてんの、はやぶさってほんまに合ってる、はやぶさじゃなくて、何それ、知らん知らん、俺の認識ではやぶさとちょっと違うな、だからやっぱさ手開くくない、これほんまや、そうやな、俺これがはやぶさの認識やん、ツバメじゃない、へぇ、ちょっと待って、あのそんなさ誰が正解か分からへんようなもんキッズ俺らちなみに半分いってないからな、まだ1回も、ちょっとほんま行こう、リコちゃんが傘を貸してくれました、なるほど、なんて言う、なんて言う、なんて言う、リコちゃんに対してなんて言う、あーオッケ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 ー、はいはいはい、なんで俺はいはいはいって言ってるのがよくわかる、せーの、はい、はい、ありがとう、どうもどうも、なんでやねんお前もう終われへんってほんま終われへん、どうもどうもとか言わんやろ、いや言うやつ、そんな小学生だから言うやついるかもしれんけど国語的に正しいやつ書けって、なんか換気換気換気しようと思って、こいつ終わらせる気ないぞ、ちょっとあるやつ、こいつ終わらせる気ないぞ、あるやつ、マジできつい、マジきつい、こいつ終わる、じゃあこれ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 、このテンションの鼻をやばい問題出すからな、でね、これの名前は何？何それ？うわ、わかんない、あのパンに挟んでる、パンの食パン、食パンを挟んでるやつ、あ、なんかあるやつだ、俺のこのシリーズでちょっと攻める、俺やめてやめてこのシリーズで攻めていいか、なんていうやけあれ、こいつが書いた答えが合ってるか確認してたあれか、あの、バレーみたいにミスあるから、それは1位にあるけど、せーの、ポン、バッククロージャー、パンジエンド、ウエストストッパー、あ、まあまあまあ、いい、はい、じゃあみんな出し合いで、パンジエンドはかっこよすぎる、パンジエンド、バッククロージャー合ってます、あー、なるほど、バッククロージャーね、ほら、ほら見ろ、いや違う違う、ほら見ろ、そういう企画じゃないんだ、そういう企画じゃない、ほら見ろみたいな、ほら見ろ、そういう企画じゃないんだ、わー、ボセン、ボセン、おー、ワシントン、よかったー、わー、でももう中学生か、もう中学生やな、よし、はい、問題、はい、を持てば一度はやっておきたい、うん、あ、何聞かれてんのか、あの、まあ家庭科です、これ家庭科の問題、いや、もう思うわ、これ相当クソもんやぞ、これ、いや、そんなことない、その、合う合う合う、これで合うと思ってんだったらまだ私らのこと分かってなさすぎて、いや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 、それはそんなことないよ、もういいですわ、ほんま、もういいですわ、ほんま、諦めんな、いや、ほんま、諦めんなって、質問すぎる、これ諦めんなよ、針を持てば一度はやってみたい祭り縫い、お、祭り縫い、祭り縫い、うえいや、当たってんやんけ、お前当たってんやんけ、お前、いや、当たっててもなんかもう、なんか全然意味、意味がだいぶ不完全でしょ、なんでやねん、よし、最後、最後まで来た、じゃあ最後、軽く、はい、助動詞のなりとします、終止形接続の方のなりの意味を答えろ、これしか知らない、多分、ちょっと待ってな、いやちょっと待って、いやいや、え、問題変える、いや、でもいいよ、いや、俺でも結構ね、自信あるよ、これ、よし、というわけで、いっせーので、伝聞推定、伝聞推定、どんちゃん、俺らが間違ってる、正解は花伝でした
文系に勝っちゃった。オーマイガー、こっちを書きましょうっていう響きやったけどね。電眼の、だって電眼好きじゃないですか、電眼推定って。うわ、本当にごめんなさい。よし、最初からやろう。新田瀬さんは一緒です。はい、オッケー。電力、電力、よかったー。あと3やぞ。あと3や、早い早い早い、いくぞ。 0.1 モルパーリットル硫酸にとかやったらノエリ死ぬで。ノエリ死ぬ、即死しちゃう。即死するから。あ、じゃあ俺あかんで、ほんまその感じで。大事な3問やね、あと3問やね。いや、そうなんやけど。じゃあ問題、羅生門の一番最後の文章は、いきなり高校レベルですか。いや、好きっていうか、まあ、当時の先生が怖くて。お前が好きかどうかで選ばんとこまって。クリアでき、マジでマジでクリアできば、バッて出てくるって好きな問題やから。これ当てたらかっこいいと思うよ、でも。はいはい、せーの、ポン。下人の行方は誰も知らない。下人の行方は誰も知らない。下人の行方は誰も知らない。イエー、見たか。すごい、これが国公立。切り方ミスってる。私立。お前5+3-27って書いてたからだ。いや、これでかいぞ。はい、パンは見せつけたな、今。じゃあ、俺たち3人の YouTube 視聴時間の平均、はい、この1週間の、この1週間の平均で、自分のは見ていいことにしよう。これはちょっと、あれ、誰か1人でも正解のプラマイ1時間やったらいいことにしよう。 OKOKOK、はい、好きな YouTuber、ニートボクロチキン。これもう分かんない、その動画が長いのか短いのかも。ニートボクロチキン。俺、モッチー先生考察。分かんない、分かんない、層が違いすぎる。はい、でいきます。せーの、ポン。7 11。3時間40分。あれ、え、俺がめっちゃ長い。え、お前11時間も見てる。あのさん何時間見てる。え、俺長い、もしか、俺めっちゃ長い。3人の平均は6時間3分です。あ、惜しい。わー、まあまあ、でも電源合ってるやん。じゃあ合ってんのか。プラマイ1時間っつったら、プラマイ1時間ギリギリで。俺が7時間半って出るから。俺と9時間。8、1時間25分。全然見てへんやん、やば。脱 YouTube、 脱 SNS。 いや、新学期入った。そういうことやね。あ、すげえ。6時間3分だから、俺らめっちゃニートみたいな感じ。10問目来ました、久しぶり。全文推定以来の10問目。いや、だってさっき開始から5時間。何回さ、この9問目以降で失敗してんの俺ら。ラスト、ラスト来た。一回言ってみていいですか。 OK、 いいよ。春行わかります、あれの。好き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 。いや、あの、多分、うん、分かると思う、この人。これは正味。はい、好き。好き。花尾さん好きそう。待っててくれ、頼む。もう帰りてー。せーの。よ。もう来ねん。もう来ねん。もう来ねん。よっしゃー。あー、よかった。てか、長かった。5時間ぐらいかかったで。きつかった。きつかったわ、この企画。いや、こんなきついんや。お前。ご褒美とか。そもそもは断定で終わってるところや。マジで。あ、全部ついてる。あの動画、この動画断定で終わってる世界線あったもん。はい、というわけで今回は、楽天モバイルさんとのね、コラボ動画になってるんですけれども、はい、はい、ここでね、楽天モバイルさんからクイズなんですけれども、はい、楽天モバイルさんが出している画期的なプランとは一体何でしょうか。どうぞ。だから 10G5G の2倍。ああ、 5G の 5G の2倍ぐらいまでいってんじゃん。ブブー。正解はですね、はい、シンプルなプランで、月にどれだけ使っても最大2980円。しかも使わない月は勝手に安くなるというプランでございます。素晴らしい。ノエリンそれした方がいいよ。これはもうノエリンそれした方がいいよ。ノエリン月3ギガなんやから。はい、で、まあどういう、まあどういうことかと言いますと、まずどれだけ使っても、はい、2キュッパ
まあ、それだけでもねめちゃくちゃ安いと思うんですけども、はい、データの使用量が20ギガ以下の場合やったら、はい、なんとね、1980円になる。1キュッパに下がる、うん、下がる。すごい。さらに外出しない時とかね、はいはい、まあ全然携帯使ってないよっていう時、まあ、3ギガ以下の時とかは980円。ああ、だからノエル今常に980円みたいな生活してるってことで、もう全然全然そういうことだよ。だからこのプランにした方が良くない？絶対3ギガ以下でも今より安くなる説ない？全然安くなる。そう、980円ってクソ安いね。だって、うん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、使ったデータ量に応じて、まあ、料金がね変わってくるっていう、なるほどなるほど、ところが、まあ、すごい損しにくいプランというか、ね、なるほどなるほど、はい、まあ、ちょっと偏見なんですけど、はい、やっぱその後発のさキャリア形態ってちょっとつながりにくいイメージがね、ちょっとしょぼいイメージ。まあそうかもしれないね、確かに、はいはい、まあ、ちょっとつながりにくいイメージあったと思うんですけど、はい、楽天の回線やと、はい、その人口の 96% を網羅してるんですよね。なるほど。要はそのほとんどの地域で要はその楽天回線がもう、ああなるほど、なんかもう装着されてるから電波がね使えるエリアっていうのがすごい広がってるという、まあ、つながる範囲がめっちゃ増えたよっていう感じでございます。はい、まあ、僕もねちょっと先日から使ってるんですけども。あ、そうなんですね。今まで僕もデータ使用量がめっちゃ高かったんですけどね、まあ、ちょっと楽天モバイルにね変えてからねやっぱ安くなったんで。なるほどなるほど。まあ、気になった方は、はい、まあ、お店に行かなくても、ウェブからね申し込みができるということで、ね、なるほどなるほど、はい、そこも便利ですよね。いいですね、もう今の時代で。またですね、 eSIM 対応の iPhone を持ってらっしゃったら、はい、AI 簡単本人確認っていうね、やつがあるんですけども、まあ、それを使うとですね、スマホで本人確認の手続きができて、うん、なんとね、あの申し込みからわずか5分後にはネットが使えちゃうっていう、SIM カードが届いてからっていう必要もなくなるんで、まあめちゃくちゃお手軽に便利にね、まあ、ネットが使えちゃうというわけでございます。はいはいはい、はい、で、まあ、概要欄にね、記載しているのでよかったら、チェックしてみてください。はい、ここです、概要欄。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。共通テスト